皆さんこんにちは。 7.13 のア日本武道館大会王座戦が控える中、第5試合で行われたグッドルッキングガイズラストマッチ、ジェイク選手の突然の解散発表にジャック・モリス選手は不穏な行動を連発。誰もがグッドルッキングガイズのラストマッチは何か起こると予想していたことでしょう。ただ今回の試合においては前代未聞、稀に見る結末が待っていました。ジェイク選手のバレットクラブウォードックス加入、ノア参戦終了でした。今回はグッドルッキングガイズラストマッチで何が起きていたのか、選手たちの言葉をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。本日行われたノア日本武道館大会でのグッドルッキングガイズラストマッチ 6.16 横浜文体体育館大会で解散が発表されていたグッドルッキングガイズ新日本プロレス内藤哲也選手に敗れたジェイク選手は、常にグッドルッキングガイズの看板を背負う中で LIJ のボスである内藤選手に敗れた以上、その看板を背負い続けるわけにはいかないと解散を決断した理由を明かしていました。解散発表後のグッドルッキングガイズは、 LJ クリアリー選手がグッドルッキングガイズにとってのフェアウェル、さようならツアーで、勝てたのは僕にとって本当に大事なこと、アンソニー・グリーン選手が最後に3人で勝てたのはとても嬉しいと思い出に浸る中で、ジャック選手が音信不通になるという不穏な空気が漂っていました。連絡が取れないジャック選手に対して、ジェイク選手は 7.7 札幌で誰かジャックと連絡取ってるかとメンバーに確認。これにタッグパートナーのアンソニー選手は、ジャックのせいでここのところ寝てないんだ、連絡しても全く返事がない、横浜文体以来話もしてないと苛立ちを見せながら口にし、 LJ 選手、忠介選手、陽平選手も連絡が取れていないことを明かし、ジェイク選手もあいつ日本武道館来るのかと心配をあらわにしていました。さらに翌日の 7.8 函館では、ジェイク選手がジャックと連絡は取れたかと改めて確認。これにアンソニー選手は、日本武道館まであと5日なのに何も連絡が来ない、ジャックメッセージでも電話でもいい、連絡してくれ、君がグッドルッキングガイズ最後の日に来るのか知らせてほしい、グッドルッキングガイズのみんな君を必要としてるんだとジャック選手へメッセージを送っていました。またジェイク選手は、ジャック選手が音信不通になったことには、それもジャックの立場になればわかる、しかしどういうふうにリングに上がるつもりなのか、そもそも上がってこないつもりなのか、何にせよここまで連絡が取れないということは何かがあるんでしょうと理解を示しながらも警戒していました。こうした状況にファンの間では、モリスとグリーンのタイトルマッチ前に解散宣言したのは違和感があったが、そういうことだったかと、次の展開のためなら泥をかぶることも厭わない、ジェイクの姿勢には頭が下がる。モリスが新リーダーを連れてきて試合中に乱入、ジェイクを攻撃、グッドルッキングガイズを追放の流れではないでしょうか。新日での AJ ケニーと同様のシナリオだと思う。ジェイクの都合でグッドルッキングガイズ解散に不満を持つモリスが新リーダーと共に新グッドルッキングガイズ立ち上げとなるかと思うなどの声が上がっていました。連絡は取れなかったジャック選手でしたが、自身の SNS にはジャック選手との写真を投稿、動向に注目が集まる中で、前日記者会見に姿を現すと連絡が取れずに明日の試合に出るのかとか、ちょっと混乱させてしまったかもしれない、この通り今俺はここにいると釈明しながら強調、グッドルッキングガイズの最後もちろん出るよ、ここにいる男と一緒にね、そう言ってジェイク選手の肩に手を乗せたジャック選手でしたが、いつも以上の笑顔が逆に不気味に映っていましたし、とはいえジャック選手出席に他のメンバーも安堵し、アンソニー選手が、ジャックもこうして隣に座っている、僕たちが最高の試合をしてグッドルッキンググッドバイ
という形で試合を終わらせたいと話せば、ヨウ・ヘイ選手も最高の6人のメンバー、楽しいこと、辛いこと、いろいろいっぱいありました。そんないろいろをぎゅっと詰め込んで感謝の気持ち、そしてこのグッドルッキングガイズに恩返しをする気持ちで、明日はこれまでにない最高のグッドルッキングガイズをリング上で見せますと力を込めていました。そしてリーダーのジェイク選手は、こんな私についてきてくれたんだ、感謝しかない、応援してくださっているファンの皆様にも同じ気持ちだと改めて強調し、その上で、明日が分かれ道だ、ここから各々がどのようにどういう風な道を歩んでいくのか、決まっている選手もいるだろうけど、もしかしたらまだ決まっていない選手もいるかもしれない、ただ私はもう決まっていると意味深に続けたジェイク選手は、だからこそ私はこの試合負けるわけにはいかないし、勝ちを譲るつもりもないと言い切っていました。ジェイク選手は G1 へのエントリーが決まっていたので、誰もがジェイク選手のグッドルッキングガイズ追放、決してハッピーエンドで終わることはないと考えていたはずです。迎えた解散当日、ジャック・アンソニー LJ 組が先に入場し、ジェイク選手は傭兵忠助を従え最後に入場。試合開始前にはメンバーが腕を合わせるも、ジャック選手は遅れて混ざりますが、目線はリングの外、不気味に笑うジャック選手、それについてくアンソニーと LJ はジェイク選手への対抗心をむき出しに試合を展開。明らかなヒールモードのジャック選手は、試合後半で憎しみに満ちたような表情で2人にジェイク選手をコーナーに貼り付けにするよう指示し、ジェイク選手張りの照準ポーズから逆 FBS を狙うもジャイアントキリングでジャック選手を迎撃。最後はジェイク選手が LJ 選手を FBS で仕留め、グッドルッキングガイズ最後の日に自ら勝利を飾りました。試合終了後もなかなかリングに上がってこなかったジャック選手とアンソニー選手、リングサイドにようやく上がるとジェイク選手がマイクを手にし、グッドルッキングガイズとしての最後のマイクをしようとしたところ、花道から近づく一人の人物が、それは新日本プロレスウォードックスの外道選手でした。まさかの登場に場内は騒然とし、外道選手はマイクを渡すようアピール。マイクを手に取った外道選手は、ジェイク、うすうす分かってるとは思うけどな、このグッドルッキングなゴミどもはお前の助けにはならんぞ、ここの控え室にいるゴミどももお前の助けにはならないと断言。場内が大ブーイングに包まれる中、外道選手はデビッド・フィンレイの命を受けて、お前をこのゴミダメから救いに来た、ウェルカム・トゥ・ザ・ウォードックスとウォードックス T シャツを差し出すと、ジェイク選手は袖を通して外道選手とハンドサインを交わします。騒然となる場内、怒り狂うジャック選手はジェイク選手に詰め寄るも、問答無用のチョークスラムで返り討ちに遭い、マイクを持ったジェイク選手はグッバイノア、ウォードックス加入とともにノア離脱を表明し、外道選手とリングを後にしました。バックステージに現れたジェイク選手は、私は私のなすべきことのために次のステージに向かう、文句があるやつはかかってくればいいとノア離脱を改めて表明し、外道選手もジェイク・リーはウォードックスがいただいた一軍の仲間入りだと叫んでいました。ジェイク選手が以前から話していた今後についての正式発表とはこのことだったのでしょう。一方、まさかの裏切りにあったジャック選手は大荒れでバックステージに現れ、クソ、今日がグッドルッキングガイズの最後だったが、そもそも終わらせたのはジェイクだ、それが新日本に行くだと、どういうことだ、あいつとどこかで会うことがあるならぶっ潰してやると怒り全開でコメント。ノア離脱のジェイク選手とノアに残るジャック選手、今後ジェイク選手は新日本に継続参戦することになるでしょうから、因縁ができた2人の再戦はかなり先のことになるでしょう。ジェイク選手は G1、 ジャック選手は N1 へのエントリーが決まっています。2人の再会は両団体の司法を巻いた時なのかもしれませんし、オールトゥゲザーで再会も
十分に考えられます。たもとを分かった両者の今後に要注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。